はい、ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回もスイッチ版の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、以上ね、前回ですね、やっとまあ、レアキャラから超激レアまで、まあ、畳を使って進化できるキャラクターに関しては全て終わりということで、まあ、一段落ついたんですけれども、まあ、とりあえず次の目標ですね、次の目標は、プラス上げの方をやっていこうかなと思うんですけれども、まあ、そんな形でですね、まだまだね、プラスの方が振り切れてないキャラクターの方がいっぱいいるんで、で、上限がプラス20なんですよね、スイッチ版だと。なので、まあ、全てのキャラクターがプラス20ね、なるまではまだね、頑張り時かなということで、まあ、やっていこうかなと思うんですけれども、まあ、今回なんですけれども、一番ね、最初にプラス20になったキャラクターがこちら、こちらですね、キルス科学者クレイジーということで、こちらのキャラクターがまず1体目でプラス20になったんですけれども、まあ、次ですね、次ビンゴ来そうなキャラクターはカサ地蔵でございます。はい、こちらのキャラクターが17ということで、あと3体で、プラスの方が20になるので、まあ、今回ね、カサ地蔵だったらワンチャンいけんじゃないかなということで、とりあえず今回ガチャの方を引いていこうかなと思います。で、レアチケットの方が100枚あるんで、今回100連使ってとりあえずね、ウルトラソウルズの方を回して、とりあえずね、カサ地蔵3体出ればもう終わりっていうことなので、やっていこうかなと思います。じゃあもうとりあえずね、もうささっと回していきましょうか。はい、まあ、100連なので、まあ、そんなにね、時間の方は、使わないかなと思うので、まあ、そんなにね、もうバン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 っていうよりは、まあ、ゆっくりと見ていこうかなと思いますと。じゃあ猫アーチャーでございます。はい、猫ジュラ、はい、猫ミョージ、猫魔剣士、まあ、できれば10連に1体から来てほしいな。せめてね、サイキック、はい、ホッピング、もうこの辺は全部ね、経験値域なんだよ、僧侶。はい、出ないレアキャラしか出ないぞこれ。猫ガンマ、これは何、レア祭りかもしかして。マジで春のレア祭りかよ、やめてくれよ。せめて春の超激レア祭りとかやってくんね。山崎パンの汁を集めて白いお皿が漏れなくもらえます。山崎春のパン祭り。サイキック猫、はい、陰陽師、ホッピング、出ねえよ。待って、本当にマジで春のレア祭り来ちゃってる感じ。本当にマジで暑くなってきて春の陽気になってるけれども、そういう感じで、今日はなんかね、春でもなんか夏っぽいね、なんか温度の一日らしいんで、そんな外出てないんで暑さわかんない。あー、かぐや姫来た、言うたら来た、やったオッケー、まず1体目かぐや姫。あ、そういう感じ、固まってた感じね。よし、サルカニー、この調子でね、走ってるのがいればもうカサ地蔵なんで、まだやっていきましょう。あ、まだレアチケットの方があるから大丈夫だよ、また期待できるよ。はい、トースター、うーん、はい、じゃあ次、40連目かな。いやもう来たらとりあえずね、一段落つくんだよ。一段落っていうか、まあ、また次のねキャラクターをね、また狙ってガチャを引いていくわけなんですけれどもね、まあ、またとりあえず、そうですね、次回もまあレアチケット100枚か200枚ぐらいでやっていこうかなと。おー、鶴来たー。はい、さすがにね、500連とかはね、やりたいけれど、まだじゃないかなって思っちゃうんだよね。それはまだちょっと考えておきます。カオルくんのね、遭遇率がね、あればね。浦島、待って、カサ地蔵が一体も出てこないんだけど、もうそういう感じ、今回狙ったものも一体も出てこないのね。そういうあれなのね、それっぽいな。もう折り返し地点なんだけど、マジで言ってる他のキャラクターは結構出たんだけどな。いやー、やばい、どんどん確率が絞られてきてるよ。いや、厳しい。うわいやー、マジか。いや、おかげで声カスカスになってきたんだけど、ちょっと待ってくれよ出ないの。いやー、なんか他のね、超激レアはちらほら見たんですけど、ほら、なんだこれ、カサリゾ以外が出てくるっていうね。桃太郎、桃から生まれた。いや、違うんだよ、カサリゾが欲しいんだって俺。いやー、うまくスルーしてるね。あと30連で3体って結構厳しくない？ 30? いやー。いや、まずね、この時点でね、1体ぐらいちょっとね、来てくれないと、望みがもうないんだよ。いやー、怖え。いやー、マジかよ。マジで。
そんなに、いやマジかよ無理じゃん。あと20連で3体そんなないよな。固まってないと出ないよね。そもそも超激励があんまり見ないんだけど、こんなに厳しいもんなの。そういうもんなの。いやマジかよ。ということでもう残り10枚でございます。はい、いやさすがに10連で3体出るほど神引きはできないと思うよ。いやーマジで、いやーちょっとね、いやーもう不可能だよな。もう不可能だよねこれ。いや不可能だよな、無理だよな。いやいや、せめて超激レア出そう、なんでもいいから。じゃないとねえ、終わったんだけど。マジでいやー渋いね。とりあえずまあそうですね、今回笠地蔵が一体も出なかったっていうことで、もうねちょっとコメントしようもないんですけど、まあ、あのあれですね、笠地蔵以外は全部出たんかな。あ、カチカチが出てなかったかな。まあでも他のキャラクター出たんで、まあいいや、もうねとりあえず諦めて次回にね、リベンジしましょう。次回200連ぐらいで、当てていきましょうか。はい、ちょっとこれは悔しいね。悔しいんで、まあ、とりあえず最後にね、キャラクターの、プラスがどれくらい上げられたかちょっと確認して終わりにしましょうか。いやー、ちょっと悔しいな。はい、ということで、ピッチ、ジャスティス、プラス10、カオスムーン16、良きかな。キングカメリオン13、鶴の恩返し14、ウーが7、で、サルカニが14ということで。そんな感じで惜しくもカサルゾの方が出なかったということで、まあとりあえず次回ねリベンジしようかなと思います。いやちょっとねこの結果ちょっと予想してなかったんでちょっとびっくりしましたね。ということでまあ引き続きね、まあいろんなキャラクターのプラス上げとかもやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。